はい、こんにちは、総合監督と申します。ウイニングイレブン2021マイクラブ実況プレイ始めていきたいと思います。さあ今回ですけれどもね、10月8日木曜日メンテ後にやってくる週刊 FP ガチャ POTW の予想をやっていきたいと思います。はい、ではね、今週末の試合結果なんですけれども、まあ、こんな形になってます。はい、結構ね、大量得点が生まれた試合とかもたくさんありますね。はい、で今回ねまたね11人予想からね始めていこうと思いますので、一気にいきたいと思います。それではいきましょう。ナンバー11メフメトチェリク、対象の試合ですけれどもストラスブール VS、リール、0対3でリールが勝利しております。そこで1ゴール上げる活躍でした。まあ、決め手となったのはね、その評価点の高さですね。パリサンジェルマンだけがリーグワンじゃないということで、先週のメニアに引き続きリールからの選出になるかということでね、ナンバー11メフメトチェリク。ナンバー10マリオパシャリッチ、対象の試合ですけれどもアタランタ VS カリラリ、5対2で、アタランタが勝利しております。そこで1ゴール1アシストの活躍でした。今週もね、大量得点で、勝利しておりますアタランタ、今シーズンもねその攻撃力ね、目が離せないんじゃないかなというふうに思います。ちなみにこのパシャリッチなんですけど、僕もあんまり知らない選手なんですよね。2列目からの飛び出しということって、まあ、プレイスキームはねある程度持ってますね。まあ、この辺から黒玉選手になるのかなって感じですね。85ぐらいでいきそうですね。はい、ということでナンバー10マリオパシャリッチ。ナンバー9ドメニコベラルディ、対象の試合ですけれどもサッソーロ VS、クロトーネ、4対1でサッソーロが勝利しております。そこで1ゴール1アシストの活躍でした。今作もねウィング大好きコナミさんですね。まさになんかこういう感じのね、なんだろう、使えるポジションの選手よくね搭載されるんじゃないかなというふうに思います。でやっぱり評価っていうのはね高さとね、1ゴール1アシストというね、まあ、成績ですね。まあFP 搭載にはまあ十分な活躍なんじゃないかなというふうに思います。テクニシャン系ですね結構ね。はい、ということで、ナンバー9ドメニコベラルディ。ナンバー8ジャック・グレアリッシュ、対象の試合ですけれどもアストンビラ VS リバプール、7対2で、アストンビラが勝利しております。そこで2ゴール3アシストの大活躍でした。ちなみになんですけれども、これかなりね僕ちょっと信じられなかったですね。最初聞いた時リバプールが、あのリバプールがこんな大差で負けるのみたいな。まあ、リバプール衝撃の7失点ということでね、まあ、王者リバプールを破ってるだけに、まあ、可能性、誰かここのチームから来る可能性というのは非常に高いんじゃないかなというふうに思います。でちなみになんですけれどもね、まあ、他の候補者としてはですね、ハットトリックのワトキンスとかね、ロス・バークリーとかね、いるんですけれども、まあおそらくこのグレアリッシュなんじゃないかなと思います。ただここは誰が来てもおかしくないかなというふうに思ってますね。はい、ということで、今週のナンバー、8グレアリッシュ。ナンバー7エクトル・ベジェリン、対象の試合ですけれどもアーセナル VS シェフィールド、2対1でアーセナルが勝利しております。そこで2アシストの活躍でした。まあ、やっぱりねトップパートナーシップクラブということで、まあ、そこまで評価点は高くなかったんですけれども2アシストの活躍、しかも勝利しているということで、やはりなんだろう、コンディション的にも A になるんじゃないかなというふうに思います。まあ、そうなったらねもうこっちのもんですよね。はい、見事なクロスでアシストを決めました。まあ、ちなみにこの選手なんですけれどもかなりスピードが速いんでね、非常にまあ右サイドバックとしてはいいんじゃないかなと思います。まあ、ただ僕2年前ぐらい使ったんですけれどもね、初期の方ですけれどもね、今作もね早めに来たら多分使うんじゃないかなというふうに思います。はい、ナンバー7ベチェリン。ナンバー6ベンチルエル、対象の試合ですけれどもチェルシー VS クリスタルパレス、4対0で、チェルシーが勝利しております。そこで1ゴール1アシストを挙げる活躍でした。昨シーズンはね、この選手レスターに所属してたんですけれども、まあ、その時ですね、ウィレ2020で、ハットトリックを決めたジェイミー・バーディを差し置いてね週刊 FP に登場したことがあるんですよね。それがもうかなり鮮明に覚えてます。はい、かなりなんか、衝撃的だったんでね、もう名前も覚えてますしね、週刊 FP もね僕は獲得しました。まあそんなに使いやすいという選手ではなかったですけれどもね、今シーズンは果たしてどうなのかといったところでね、はい、まあ、この選手の名前を覚えといて損はないんじゃないかなというふうに思います。ナンバー6ベンチルエル。ナンバー5ハメス・ロドリゲス、対象の試合ですけれどもエバートン VS ブライトン、4対2でエバートンが勝利しております。そこで2ゴール1アシストを挙げる活躍でした。はい、移籍してからも復活ですね、大活躍しております。これで開幕4連勝。まあね、いつかねこの選手ねもうやっぱり週刊 FP で来るんじゃないかなというふうに思ってるんですけれどもね、まあまあまあ今回かな、今回の方が可能性が高そうですね。はい、でちなみになんですけれどもね、この選手ねあまり FP で人気ないですね。ちょっとね足が重たいのかな。はい、ということでね、今週のナンバー5ハメス・ロドリゲス。ナンバー4ティポー・クルトワ、
対象の試合ですけれども、レバンテ VS レアルマドリー、0対2でレアルマドリーが勝利しております。そこで、4セーブ無失点に抑える活躍でした。まあ、今週のゴールキーパー枠として、僕はこのティポークルトワ選びました。はい、もう他にもね、結構なんだろう、そんなに総合値高くないけど、まあ、あの評価点高い選手って、ね、結構いたんですけれどもね、まあなんかしれっとね、レアルマドリーの選手ってね、あの評価点というか、まあ、予想しない時にボッときますから、これも無失点に抑えてますし、結構可能性としてはあるんじゃないかなと思います。はい、でね、正直今週の、ね、ゴールキーパー枠はちょっと難しかったです。いろいろ結構、ね、リストアップしたんですけれども、まあ、最後の最後でですね、まあ、これあのクルトワにしました。はい、ということでナンバー4ティポークルトワ、ナンバー3ソンフンミ。対象の試合ですけれども、マンチェスターユナイテッド VS トッテナム、1対6でトッテナムが勝利しております。大量得点ですね、ここもね。はい、まさかあのユナイテッドが、あのユナイテッドがって感じですけれどもね。はい、2ゴール1アシストの活躍でした。幻に終わったね、先々週の中間 FP のね、代わりみたいな感じで来るんじゃないかな。またもね、ケインかソンフンミンのね、2択だったんですけれども、今回もね、僕は、このソンフンミンを選びました。ナンバー2、ロベルト・レバンドフスキ。最初の試合ですけれども、バイエルン VS ヘルタ・ベルリン、4対3で、バイエルン2編勝利しております。そこで4ゴール、うち1個は PK ですけれどもね、4ゴール上げる活躍でした。もう大活躍です。また4ゴールと大暴れしておりますよ。今シーズンもね、ほんとたくさんね、もうゴールバンバン決めてきそうですよね。CS、クラブセレクションでね、まあ、今週、搭載されたのがちょっとね、気がかりがありますが、まあ、この活躍なら文句なくね、週間に搭載されるとは思います。はい、ということで、ナンバー2、ロベルト・レバンドフスキ。今週のナンバー1は、ブラジル、ネイマール、パリ・サン・ジェルマン。はい、ということで、今週のナンバー1、ネイマールですね。対象の試合ですけれども、パリ・サン・ジェルマン VS アンジェ。6対1でパリ・サンジェルマンが勝利しております。そこで2ゴール1アシストの大活躍でした。まあ、ピッチに立てばね、もうさすがの存在感発揮していますね。クラブセレクション非搭載というのもね、今回追い風になるんじゃないかなというふうに思います。大差の時のね、パリ・サンジェルマンからね、まあ搭載率非常に高いんでね、まあ、今回もね、このパリ・サンジェルマンから、まあ、選ぶとしたらもうこれ今回はネイマール一択なんじゃないかなと思います。まあ、若干可能性としてあるのがね、フロレンツィ1ゴールですね、活躍だったんですけれども、かなりスーパーゴールだったんで、そこの印象で、フロレンツィという可能性もなきにしもあらずかなと思ったんですけれども、まあでも順当にネイマールがね、来てくれた方がね、ユーザーのみんなも嬉しいんじゃないかなというふうに思います。はい、ということでね、以上11人予想でした。はい、ということでいかがだったでしょうか。また例のごとくね、僕の予想した11人ね、こちら貼っておきます。そしてですね、まあ候補に出た選手たちもね、まあその画像の方もね、貼っておきたいと思うのでね、よかったらこちらも参考にしてみてください。はい、ということでね、今日はこの辺で終わろうと思います。皆さんのね、予想、もしくはね、まあ、この選手来るんじゃないか、この選手は来ないんじゃないかな、まあそういったことでもね、全然コメント欄に書き込んでいただいたら嬉しいので、よろしくお願いします。ということで最後までご視聴ありがとうございました。